ヒューヘフナー、ヒューヘフナー、ヒューヘフナー、1926年4月9日から2017年9月27日は、アメリカの実業家で、雑誌、プレボの発刊者。愛称は、ヘフ。シカゴで、ドイツ系とイギリス系の血を引く父とスウェーデン系の母との間に生まれる。シェア小学校、スタインベッツ高校を卒業後、アメリカ陸軍に徴兵され、 第二次世界大戦中は軍役に就く。その後イリノイ大学に進学し、心理学を専攻し2年半で学位を取得した。さらに1949年には、ノースウェスタン大学に入学した。その後、エスクアイアなどでライターを務め、1953年9月に45人の投資家から8000ドルを集めて、プレボを発刊した。総号の中じのグラビア写真に、 マリリン・モンローを起用したことなどが評判となり、数週間で売り切れた。その後同氏は、豊満な女性のヌードグラビアと読み応えのある記事を売り物に、アメリカ国内だけでなく、世界的にも高い評価を受け、世界各国で現地版が発刊されるとともに、数多くの模倣を生むこととなった。その後同社は、プレイボーイクラブの経営など多角化を進め、同時に、キューモ、プレボの 顔として各種メディアに多くのプレイメイトと共に通することになる。1988年にはヒューの娘であるクリスティヘフナーがプレコ社の CEO に就任。現在は取締役会長も務めるしたことで経営の第一線から身を引く形になったものの晩年もと呼ばれる豪邸に制裁を含む多数の女性と暮らすほか数々のメディアに登場するなど クレボの哲学を身をもって体現するライフスタイルを続けた。また晩年、ヒューの人生を描いた映画制作の交渉中であるとの情報があり、制作開始は2009年後半になるとされた。2017年9月27日、ヒューはカリフォルニア州ロサンゼルスのにて息を引き取った。91歳ボー死因は自然死で穏やかな最後であったという。 過去に交際していたドナ・ミシェル、マディリン・コール、リリアン・ミューラー、シャノン・ツイード、ブランド・ロデリック、バルビ、ベントン、カレン・クリスティ、サンドラ・セオドア、キャリー・リーから3500万ドルの別居手当を求める訴訟を起こされたことがある。1971年に彼は、両性愛を試した。1985年、59歳の時に、軽度の脳梗塞になったことから、 私生活を改善することを決め、派手なパーティーライフを止めた。そして、娘のクリスティーにプレイボーイ社の経営を任せた。ヒューは1949年にノースウェスタン大学の学生であったミルドレッド・ウィリアムズと結婚した。彼女との間に、クリスティー、1952年11月8日帯とデイビッド、1955年8月30日帯の二人の子供がいる。 ヒューは結婚式直前にウィリアムズから自分が軍にいた間に浮気したことを知らされた。彼は結婚式の入場を私の人生で最も破壊的な瞬間だったと述べている。2006年にテレビ番組 E トゥルーハリウッドストーリーの中でヒューはウィリアムズが罪の意識に苛まれていたことや結婚生活を維持したかったことなどからヒューが 他の女性とと関係をを持つことを彼女が容認していた、ことを明かしている。彼女とは1959年に離婚している。1989年にプレーメイト・オブ・ザ・イヤーのキンバリー・コンラッドと再婚した。コンラッドとの間に、マーストン、1990年4月9日隊と、クーパー、1991年9月4日隊という二人の子供がいる。この頃、テレビ番組、 D ・ True, ハリウッドストーリーは悪名高いプレイボーイマンションが家族に優しい農家に変化した点に注目した。彼女とは1998年に別れた。別れた後、コンラットはプレイボーイマンションの近くに引っ越した。2010年4月25日にヒューは自分のツイッターでコンラットは彼女の母と共にリノに引っ越したことをらかにした。 別居から11年後の2010年3月に正式に離婚した。ヒューは子供のために離婚を避けていた。コンダットと破局後、ヒューは若い女性を絶えずプレイボーイマンションに連れ込んだ。そしてすぐに最高のプレイメイトモデル7人を示した。その7人はブランドロデリック、イザベラ・セント・ジェームス、ティナ・マリエ・ジョルダン、ホリー・マディソン、ブリジット・マーク・オート、ケンドラ・ウィルキソン。 ラケル・オニール、プレイボーイマンションでのヒューの生活に密着したリアリティ番組ザ・ガールズ・ネクスト・ドアには主にマディソン、ウィルキソン、マーク・オートが出演した。その3人は2008年10月にマンションを出る選択をした。ヒューはすぐに彼の新しいナンバー1の彼女のプレイメイトのクリスタル・ハリス、一卵性ソーセ生ー児モデルのシャノン姉妹、 カリッサクリスティーナとの交際を始めた。シャノン姉妹との関係は2010年1月に終わった。同年12月24日にヒューはハリスに婚約指輪を渡した。婚約は翌25日に公式に発表された。結婚式は2011年6月18日に予定されていたが、その5日前に婚約破棄した。しかし、その後に復縁。 2012年12月31日に結婚式を挙げた。上記の補足エピソードではえ、フがハリスと別れた時、彼とのセックスは2秒しか続かなかったなどのエピソードや、批判をした時プレイメイトのシャナマリー・マクラフリンは、ハリスやヘフにいて、私はハリス等の話をすべて聞くと悲しいです。そして、ヘフナーは、そのような、驚くべき、 エピソードの持ち主の男性です。いい、特に二人の関係が崩壊したことについて、私はそういう話をハリスと F に、それぞれ個人的に話すべきだと考える。え、F はとても多くのプレイメイトに毎日囲まれていて、そして多くのプレイメイトとセックスしていると発言した。シャナだけでなく大島博美とダニメイザーズのプレイメイトも、この騒動にコメントし、特にメイザーズは、 ヘフナーとセックスしたことを明かした、シャナがヘフナーと肉体関係を持ったかはシャナは語らず。1970年代には、室内に毛皮が敷き詰められたベッドを持った、大型ジェット機のダグラス DC-9 を自家用機として所有していた。亡くなった当時の遺産は1500万ドルであったという、派手な人生の割に少ない金額だと、業界関係者を驚かせた。 雑誌の広告も兼ねて多くの映画に仮名を出演している。ヒューヘフナーを演じた役者、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。